はい、始まりましたマイクラジオの時間でございます。イエス。今回も皆さんでラジオしていきましょう。私が FB37 です。そしてラジオが半端じゃないことになっている男、キックマックスです。フルマックです。ニューです。では早速やっていきましょう。あー、最近マフーバー使ってないな。前は使ってたんだ。最後に使ったのいつ？よく生きてるね、使ってたの。最後に使ったのいつ？3年前かな。どうやって使ったの？どういう状況で使ったの？誰封印したの？誰封印したの？いや、質問多い。半切れ。やけに質問多いわ。もう答えないよ、そんな。怒らせたから俺は。なら、じゃあいや、もう。え？いや、声でかくなっちゃった。いや、今更そんなこと言います。言いましても。いつも大きいですよ。あら。ありがとう。ああ。クリープニアにいたら、栗ご飯食べたくなってきた。嘘？参るわ。変なの？すごい無邪気だね。変なの。変なの。だって栗ご飯なんて何年食ってない？いや、別に、毎年食うよ。どこで？いや、どこでも食うでしょ。いやいやいや、どこにでもないだろ。あっても正直食べないね。まあ、食べないね。居酒屋とかまずないだろ。そうかな。ないよ。ないね。懐石料理とかに入ってるでしょ、普通に。入ってないよ。え、まず懐石料理を食べる機会がそうそうないのに、さらにその中で栗ご飯が入ってるかって話でしょ。ないでしょ。まあ、そう。あと別に家でも作るし。栗ご飯作るの？あー、うん、マジで？やばこいつ。クリア。怒涛だったね今ね。もうスーパーコンボがやばかったよ今。怒涛の追い上げだったね今ね。なんか。なんつうの、本当に俺もやばいことやってしまったんじゃないかっていうぐらい。はぁ、てめえ何こいつやべえみたいな。別に悪いことしてないのに。お前なんかあのポトフ食ってるって言った時もそうだけど、なんでそんな否定すんの。確かに。まあ確かに栗ご飯でも食べない。いや、作ってまではないないね。あ、そう。俺家でよく栗ご飯なんか出てたんだよ、実家で。ああ、だからそれで作っちゃうんだ。たまに食べるっていう感覚はすごいあるね。あ、そうなんだ。全然ないわ。俺別に栗は好きだけど、俺ご飯と一緒に食べたいっていう気持ちはあんまないんだよ。そんなこと言ったら俺だってそうだよ。そうだね。それは違うよ。それは違う違う違う。そんなことじゃない。栗ご飯は一つの食品として。そう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 、ちゃうよ。でも栗ご飯食べたいでしょ。食べたいよ。その気持ちあんまない。あ、本当に。でも栗ご飯の歌あるぐらいだから。まあね、そんなに。でポトフはポトフの歌はないでしょ。まあでもすまんけども、栗ご飯の強さが4ぐらいだとしたら、やっぱわかめご飯は12ぐらいいくから、わかめご飯の方が食べたいけどね。わかめご飯は給食がうまかっただけで、別に家では食べないんじゃないの。家では食べないね。俺それすっごい言いたいんだけど、給食で出てきたからこそうまいものってあるじゃん。あるあるある。冷凍みかんとかさ。確かにあれ家でやってもなんかふーんって感じになるもんな。そうなんだよ。わかめご飯家でやってもそんな美味しくないの？もうあの感動はないってこと？本当？感動、いやまあ、ないんじゃない。まあ大人になったからっていうのもあるかもしれないけど。アロマどう思う？いや美味しいでしょ。はい、来たー、ほらほらって。ほらって言われてもまだうまいか決まってない。やっぱあの塩の乾燥わかめ入れることによってね。なあ、うん、うまい想像しかできないもん、やっぱ。うん、そんな食べたい？食べたい。あのストレートパンチを食らいたい。そんなにか。うん、まあ、ご飯
レンチンご飯とわかめのあれ買ってくればものの2分半ぐらいできるからそうだな。いや、あのあんなに栗ご飯を否定された俺は一体いや違う、栗ご飯を否定したわけじゃなくて、そうだね、なんかあたかも当然のようにいつも食ってますっていう回答が、いつも食ってるとは言ってないじゃん、それはおかしいんちゃうかみたいな。いや1年はお前が何年間も食ってないっていう、いや1年に1回は絶対食うでしょみたいな言い方したから、それはないでしょと。1年に1回ぐらいいいだろう。いや、いいよ、でもそれが当然みたいな言い方だったから、それは当然ではないよやっぱ。強い、逆に言うとお前1年以上も空くことを当然かのように言うな。そうじゃないの、どうですか皆さん。はい、 MSSP 閣議会、閣議決定です。まあ、栗ご飯を食べた記憶がないね、ここほら数年ぐらい、いつ食べたかな。まあそれは栗ご飯好きかどうかよるんだろうそうそうそう、でも一般的に1年に1回は食うだろうっていうのはちょっとおかしいような気がするな。マジ？だから、子供の頃だったら家庭では出てたかもしんない。じゃあ終わった、ちょっと今ツイッターで聞いてみる。なるとツイッターで聞いて、おいいね、ツイッターは楽しい使い方かもしれん。皆さんに質問です栗ご飯 を以前に食べたのはいつですか？だって栗食べるって言ったらもう大体もう剥いちゃいましたしか食わないもんな。今はそうだな、俺もそんな感じかな。味ついてない栗を買うことがないもんね。そうだね。よし、聞いてみたぞ。みんな、なんて言うんだろう。何が一番悪いって、やっぱ、剥いちゃいましたがあまりにも偉大すぎるってことだよ。そうだね。栗を食べることに関して。アルディーヤってなるもんね。栗食いてるのアルディーヤってなる。まあ、確かにそれは。お、もう結構来てます。ああ、じゃあ、どうだ。2ヶ月前ですね。2ヶ月前。去年の秋、わからない。記憶がない遥か昔。食べたことない。俺、食べたことない人もいるんやで、お前。まあ、それは別にいてもいいでしょ。そんなレベルのもんだって、だから。あ、でも、8年前とか、そんなレベルっていう人。ほら、あ、でも、数ヶ月前、あ、3月頭くらい。何この、なんか、3、4年以降、と本当最近っていう人で分かれる。まあ多分だけども、やっぱりそれに答えてる人は最近食べた人が、うんうん、おってなって答えてくれてる人がやっぱ、うん、そうだね、ぼちぼち多いだろうから、 その可能性を配慮して、やっぱりまあそんなにじゃないですかね。やっぱ間違いなく当然ではないよ、1年に1回食うのがマジかよ、うん、そんな衝撃的だった、むしろなんかすげえショックを受けてる。いや、まあ、季節の風物詩とはいかないね、うん、例えば夏のスイカとかあったらまだ1年に1回とかでさ、うん、そうだね、うん、季節の風物詩として言えるかもしれないけど、うん、栗ご飯はね、マジか、絶対食いますってことにはならんよ。うん、衝撃。いや、俺ご飯好きじゃないけど栗ご飯はなんか1回ぐらいは食べるなと思う。で、多分栗ご飯って混ぜご飯系でもかなり、まあレアな部類だよね。下の部類に入るんじゃない？うん、マジ？衝撃が止まらないわ俺は。まあでもそのね、なんか料理屋とか行ってあったら頼むよ。あ、ほんと。頼む。だって食いたいもん。あったら久しぶりに食いたい。それ今、その話したからでしょ？いや、でもその話しなくても俺はそういう気持ちが強い。だって作んないし、マジで。めんどいじゃん。栗ご飯、そもそも。いや、絶対めんどくない。いや、めんどくさいでしょ。栗、剥くのめんどくさくない？剥く？出るけどね、そういうセットで。ああ、なるほどね。もううん、栗剥いてる。あと入れるだけみたいな。うん、剥く必要なくない？え、だって栗ご飯の栗ってあれでしょ？似てないやつじゃん。普通入れんの。
あの大きいやつでしょ、その生栗を茹でて、そう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 、茹でてんのかわかんないけど、茹でてんのか、あれ茹でてんのか、え、なんかそのまま炊き込んで、そうそうそう、あれのかな、栗ご飯にできるやつ、あー、そういうセットが売ってんのか、もうなんか突っ込んでそのまま炊くだけっていうね、だってその甘栗剥いちゃいましたを入れるっていうのは間違ってるわけじゃん。それは違う。あれは違うもんでしょ。違うもんって言ったらおかしい。意外とうまいかもしんないけど。意外とうまい。意外とうまいかもしんないけど、あれはそうじゃないでしょ。でもまあ、俺らが想像してるのは違うと思う。なるほどね。ただ一つ言えんのは、俺ここ数年家で炊飯器使ったことないってことだな。え、どうやって作るの？作ってんのじゃん。作ってんの？そうしたら。ちょっと話持った可能性あるこいつこいつ違う、作ってねえじゃねえか。作ってねえな、こいつ。あの、少なくとも3年間は家でお米炊いてないんで。お前さっき1年に1回は作るって言ってたよな。なあ。言ってない。家でも作るしとか言ってたよな、お前。この野郎持ったっすね。完全に持ってるね。これ嘘松案件だったね。よくもツイッターで聞けたもんだな、こいつ。うわ、嘘松だ、こいつ。質問に答えてくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。5分間で95件の返信がありましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな夜中なのに。たくさんのね。あ、95件、200件来てた。何、そんなにめちゃくちゃ来てる。めちゃくちゃ来てる。5分で200件来てます。すいません。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。僕が嘘を言ってました。結果的に。でも食べた気がします。食べた気がする。すいません。話戻しますけど。何の話だっけどこまで戻るんだよ。クリーポイド体験非常に面白い。だいぶ戻ったし。だいぶ戻ったね。さっきめっちゃ否定してたのに面白いだけかよみたいな。あのすげえ否定してたよな。これに関しては俺の負けや。なんなん。あんなに全否定されてた俺なんなん、ね、これはだからこれで栗ご飯はとの勝負はタイになった。いっぱいいっぱいあるぞ栗ご飯の元。あ、本当に。いや元はいいな。いいね。めんどくさいな。栗は入ってないんだそれに。いや栗ご飯の元に栗入ってるだろ。入ってるでしょ。何入ってんだよ。何を持ってじゃあ栗ご飯なんだよ。何だと思ったの？ただの。いや、なんか汁だけ入ってるのかなと思って。いや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 。ゴミじゃん。ゴミではないだろ。だとしてもゴミではない。だってうなぎだって感じなのはうなぎのタレでしょ。いやいやいや、それも間違ってるから。ギャグでよく言うけどさ。パックの栗ご飯あるぞ。あ、買う買う。買います。それを、その言葉を待っていた。その言葉が聞きたかった。ブラックジャック風に買います。それ他のプレイヤーは巻き込まれないの？あー、はい、どうだろうね。いた。ちょっとやってみるか。ほい。あ、食らってる。うん、今ダメージ何歩ぐらい？ほぼないでしょ。でもダメージはなかったね。うん、だろ。うん、効かねえな。爆発ダメージはしょっぽいね。一回撃っとこう。ん？一回撃っとこう。は？どうした？どうした？どうした？別にキックに対して一回撃つのはそんなにおかしいことじゃないんだよ。まあ、そんな。うん、一回撃つ。なあ。なんか撃ちたくなるもん。そんな蝶みたいな2本の連なった剣持ってさ。ジュドン、あ、ジュドンじゃねえ。うわ、撃たれた。ビヨーン。僕ゴム人間。
あ、ゴム人間だ。ゴム人間だ。食いつき半端な。うわ、ゴム人間だ。絶対興味ないのに。いやいやいや、ゴム人間さん、こんにちは。ゴム人間ゴム人間じゃん。お前、ナチュラルにゴミ人間って言ったよ。いやいや、悪気はなかったと思うよ。ちょっとそう聞こえただけだって。何がゴミ人間だよ。いやいやいや、自分でもそう思ってるから。被害妄想が激しいんじゃない、ちょっと。あら、そうかしら、うん。今のは別にそんなんでもなかったで。何がそんなにゴミ人間とは言ってなかったよ。本当？うん。今は若干被害妄想だったかもしれない。いやー、マジか。どう考えてもゴミ人間さんって聞こえたけど。ちょっと被害妄想激しいんですね。あ、本当？ちょっと、後で確かめるわ。うん、確かめに。動画出た時。で、ゴミ人間さんは何ができるんですか？いや、今言ったよね。いや、言ってる、言ってる。言ってない。いや、言ってないよ。言ってないよ。ゴム人間って言ってるよ。ゴムって言う、ね。俺のパワー、うん、俺のパワーアップした攻撃を食らえ！いったゴミ人間やめろよ。シューッ！え、今、今ゴミ人間って言ったやつなかった？いや、言ってない言ってない言ってない、全然言ってないです。本当ですか？そんなこと言うわけねえじゃねえかよ。そうか、それならいいんだけどね。うん、でゴミ人間さんもだから何ができるんですか？ツッコミがバカ。お前外れただろう。本当だ。お前、おい、ゴミ人間。やめろや、つけんの大変なの、家の中でやんなや。わかってるだろ。でも今、挑発したやつが悪いと思うよね。ゴミ人間が。ああ？うわあ。ああ？何をなさっておるのですか？おかしいな、キック君。ゴム人間だったら耐えれたと思うんだよね。確かに。いや、ゴミ人間だったら耐えれるはずなんだけどな。ゴミ人間じゃん。ああ、ついでに食い物持ってきて、ゴミ。とぉ完全に。これはあかん。ゴミ爆破された。あぶねえ、俺もしんどかった。これ何？俺も。ゴミ爆俺もゴミになるとかと。もじゃねえ。やばい、忍び寄るような、忍び寄ってる絶対。おうわーい、爆発した。した。やべ。あいつゴミ人間だな。いや、俺ゴミ人間だ、これ。あれはゴミ人間だ。チンカスだった。これチンカスだわ。俺チンカスだった。いや、これはあかんわ。なんか、ブラビト、最近なんか、知らないけど、人間発火現象が起きてるらしいね。へぇ、人体発火現象？そう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 。嘘だ、怖っ。銀狼回帰ファイルじゃん。な。特にやっぱ一人に、一人でいるところを狙われるらしい。怖っ。完全にそれじゃん。家の中で炭化した人々の記録は120件記録されてるだって。わぁ、やっぱそういうことあるんだね。怖え。やべえな。あ、みんな村人が燃えてる。え、嘘嘘だ。やべえ、やっぱ人体発火現象はあったんだ。あー、まだ燃えてんの？残念ながらなくなってしまった。いや、やっぱね、一人でいる時が一番危ないらしいよ。なんで？なんだろうね、やっぱそういうもんなんじゃない？でね、こういう扉にいるところ、うん、ようなやつらは結構安全なんだって。へ、うん、えー。あ、出る。お、あ、ほら、あーあー、燃えた。見た今。見た。完璧に燃えてた。な。
アロマが邪魔で見えんかった。あの人マグマバケツを片手に持っている。妙だな。妙なことが。妙だな。いやいや、1000円でタバコ買うぐらい妙じゃないこと。これは謎が深まるね。そうだね。もう少し見てみよう、村人の様子を。ほら、やっぱ今のに恐れをのいて、こいつらもう扉から出ようとしないもん。やっぱね、狙われるからね、確実に外にいたら。あれ、殴ってるやつ。なんだ、何の音だ。単純に殴ってるやついない。何の音だ今。何の発火じゃなくて、それ殴ってるよね。ん、ああ今見た、見た、燃えた今。いや、今ジャック・ザ・リッパーいたよね。うん、今そうだね、村にジャック・ザ・リッパー現る。やべえ、じゃあ村に、これはロンドン警察もお手上げだ。なんてことだ。人体発火はどこ行ったんだよ。あっ、あ、あ、見た今ジャック・ザ・リッパー。見てみ、ほら村人たちが俺のことすげえ見てるぞ。容疑者の一人だと思われてる。一体犯人は誰なんだ。ジャック・ザ・リッパーの正体とは。この謎は追って報告する。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。どうす。MSS は YouTube、そしてニコニコ動画に、チャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いします。登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとか、あとこちらの方にですね、ございますので、ぜひ、ご登録の方をお願いいたします。下の概要欄にも URL が載ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。するかよ登録なんて。